生理セ,セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けします私のウェブサイトには各エピソードの記事がありますそこに単語や会話のヒントを書いています有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストやふりがな付きのトランスクリプトがありますペンギンさんになって一緒に日本語や 日本について学びましょう。詳しいことはさゆりせんえんぐ .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は私の好きな4文字熟語について話したいと思います。はい。皆さん4文字熟語って何か分かりますか ?4 文字熟語というのは4つの漢字を使った短い言葉のことです。普通の 言葉よりも、まあ、特別な意味を持っていて日常の会話や文章で使われますすべての四文字熟語をマスターするのは難しいです正直日本人でもすべての四文字熟語をわかっている人はいませんだから今回は3つだけ私の好きな四文字熟語を紹介してそれを覚えてもらえたらいいなと思います はい。一つ目の四文字熟語は、一日一禅です。はい。一日一禅。という漢字は、まあ、いいこと。禅悪の禅という漢字を使います。はい。この四文字熟語の意味は、一日一回いいことをしましょうという意味です。いい言葉だと思いませんか 毎日少しでも誰かのために何かをしたり、手助けをしたり、そういうことをできたらいいですよね。で、私は一日一善を心がけています。まあ、毎日忙しいし、やることもたくさんあるし、あの、はい、大変な時もあるんですけど、まあ一日一回誰かのために何かのためにいいことをするのはとても気持ちがいいです。 具体的な例としては、この間、えー、大阪城の近くを走っていたんですね、えー。ランニングをしていました。大阪城って、あのー、大阪城の公園の中をバスが走るんですよ。観光客を乗せたツアーバスが走るんですね。そこで、えー、観光客の人が手を振ってくれたので、私も手を振り返しました。 私はその観光客の人を無視して走ることもできたんですけどやっぱりなんかいい思い出を作ってほしいので、まあ、手を振りましたそれも一日一膳にカウントされると思いますはい皆さんは今日一日一回いいことをしましたか一日一膳しましたか本当に小さいことでもいいと思います 例えば、近所のおじいちゃんおばあちゃんに挨拶をするとか、物が落ちてたら拾ってあげるとか、家族の家事を手伝ってあげるとか、レジの人に目を見てありがとうって言うとか、小さいことだけど、自分たちができることでやってみるといいと思います。自分も周りの人もいい気持ちになりますよね。 一日一膳が習慣になるように頑張りたいと思います。はい。では、二つ目。二つ目は、腹八分目です。はい。腹というのはお腹のことで、八分目というのは80%のことです。意味は、お腹がいっぱいになるまでは食べません。少し控えめに食べて、だいーセ80%ぐらいお腹いっぱいになったかな。 というところで、満足して食事を終えることです。はい、この四文字熟語がどうして好きかというと。単純にこの腹八分目をしていると、健康になれる気がするんです。はい、特に夜は腹八分目の方がいいと思っています。えっと、理由は夜お腹いっぱい食べてしまうと。 まあ、人間は寝ている時も消化しますね食べたものを胃や腸であの消化しますだからその時たくさん食べ物があると体に負担がかかってしまうんですで睡眠の質が下がります睡眠というのは、まあ、寝ることですね寝る時のまあ質クオリティが下がります 私は時計で自分の睡眠の質を、えー、トラッキングしているんですけどお腹いっぱい食べたその夜は、えー、なかなか眠れていません睡眠の質が悪くなっていますだから夜はなるべく腹八分目を意識して食べています晩ご飯だけじゃなくて朝ご飯も昼ご飯もこれを心がけることによって食べ過ぎを防げるし まあ、長生きできるとも言われていますあまり食べない人のことを消食と言います消食の方が体にいい長生きする老化しにくい、えー、と今科学的に言われていますだから皆さんもぜひ健康で生きるために腹八分目という言葉を意識してみてください最後三つ目は三日坊主です三日坊主というのは 何か新しいことを始めても、3日ぐらいですぐやめてしまう人のことです。はい。えっと、耳が痛いです。まあ、耳が痛いというのは、これは慣用句、イディオムで、まあ、本当だから聞きたくないことですね。<laughs> えっと、私は新しいことを始めるのが大好き。 で、よく新しいことを始めるんですけど、すぐにやめてしまいます。だから、三日坊主は、あの、うん、残念ながら自分にすごく当てはまる言葉だなと思っています。だから、好きな四文字熟語というよりは、まあ、気をつけたい四文字熟語ですね。はい。これは結構子供の時からよく聞いた四文字熟語です。人々の生活にすごく まあ密着している四文字熟語ですよね。で、例えば、まあ、お正月、新年に何かやろう、何か勉強しよう、ダイエットしようと思っても、まあ3日で、まあ3日じゃなくても1ヶ月とか2ヶ月でや、まあ、めてしまうことって結構ありますよね。まあそういう状態のことを3日坊主と言います。はい。先ほども言ったように、勉強やダイエットや運動、 で、三日坊主になってしまう人が多いです。はい。実際に私も、まあ今年入ってピラティスを始めました。えー、でも、うん、<laughs> すいません。3ヶ月ぐらいで辞めちゃいました。<laughs> パーソナルトレーニングを、えー、受けていたんですけど、まあちょっと忙しくなって3ヶ月ぐらいで辞めました。<laughs> で、もう一つ、ボイストレーニング、まあ。こちらも、まあ、歌の練習だったり、日本語の発音、発声のために通っていたんですけど、これも、うん、2、3ヶ月でやめてしまいました。えー、そして、えー、このサイリセイングの、あの、エブリデイジャパニーズポッドキャスト以外に、えー、っと、もう少し、えー、初級者向けに、日本語パレットというポッドキャストを 番組を作ったんですけど、それも忙しくて今辞めてはないんですけどお休みしています。だからまあ三日坊主というのはまあ理想的な姿ではないんですけど、よく日常に出てくる。 私たちの怠け癖というか私たちの人生は思い通りにいかない計画通りにいかないっていうのを象徴する四文字熟語だなと思って、えー、この言葉を選びました今回3つ紹介した中でお気に入りはありましたか皆さんの好きな四文字熟語はありますかで、このエピソードを考えている時にあ、自分で 四文字熟語を作ってみるのはどうだろうって思ったんですね私が今チャレンジしていることを象徴する四文字熟語を作りました一番目に紹介した一日一善と似ているんですけど一日一心です一日一心っていうのは一日一回新しいことをするという意味です、はい 毎日私たちは同じような生活を送っていると思うんですね。まあ人によると思うんですけど、まあ起きて、会社に行って、帰ってきて、えー、まあ家事とかやって、寝て、みたいな繰り返しじゃないですか。で、私もまあ基本的にそうなんですね。でも、うん、その、 普通の日常をどうやったら楽しくすることができるかなって考えた時に一日一回何か新しいことをしたらいいんじゃないかなと思いました。で本当にちっちゃいことでいいです。例えば私がやっているのは通ったことのない道を通ってみるとか行ったことのないお店に入ってみるでもいいんですけど行ったことのないお店の 目の前を通ってメニューとか雰囲気だけ見てみるとかちょっと変な人だと思われるかもしれないんですけど、まあ、公園に行って裸足で地面とコネクトしてみるとかハサミを左手で持ってみるとか本当に何でもいいと思うんですね。でまあ、そういういいこことを毎日しています。す、はい。<laughs> これは私が作った言葉ですだから、まあ 実際には存在しない、まあ、一般的ではない言葉なんですけどこの四文字熟語についいてどう思いますか <laughs> 皆さんも自分の4文字熟語を作ってみると楽しいかもしれませんね。はいでは今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードでバイバーイお疲れ様でした。 このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったらぜひレビューを残してくださいねこの無料のポッドキャストを続けるため余裕のある方からのご支援が大変助かりますウェブサイトの会員になってくれたりコーヒーでのドネーションをいただけると励みになりますよろしくお願いします